ミニチュア歴史あのちゃん。ドツンドツン、あらドスコイドスコイドスコイ、ぴょぴょ言ってんじゃねえ、ドスコイドスコイ、ひよこなんて何匹来ても吹っ飛ばしてやるからな。アノのオールナイトニッポンゼロ、ドスコイ。あの兄、電子レンジの中で電磁波と戦う冷凍食品あのちゃん。冷凍食品あのちゃんだぞ。食べ物界の王様、冷凍食品様だぞ。そんな変な光じゃ俺様は倒せないぞ。なんだこれ、ギュ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 、苦しい、やめろ、やめてくれ。アノのオールナイトニッポンゼロ。あの兄、アパートに事情聴取に来た警察と喋る容疑者の隣の部屋に住んでいる主婦あのちゃん。隣の方なら一週間前から帰ってきてませんよ。はい、私よく隣の方と玄関前で会うんですけど、先週の水曜日午後11時13分50秒に帰ってきた後、次の日の午前1時21分17秒に部屋を出て行ったきり、一回も帰ってきてませんよ。アノのオールナイトニッポンゼロ。え？事情聴取？私がですか？あの兄、初めてイヤホンをしてる人を見たおじさん、あの。おや、君、その耳につけてるのは何だね。おや、聞こえていないようだ。ちょっと失礼するよ。君、これは何だね。ははは、そんなに怒らなくても。ちょっと耳からこれを取っただけじゃないか。ほら、落ち着きたまえ、これは返すから。ほら、アノのオールナイトニッポンゼロ。ほう、あれがイヤホンか。あの兄、遠いところはるばるやってきたザコあのちゃん。我こそは遥か西の果てより参ったものなり。今こそこの磨き上げた最強の人たち食らうがいい。アノのオールナイトニッポンゼロ。なに？指一本で防ぐだと？あの兄、立てこもり犯を説得するベテラン刑事あのちゃん。おーい、人質は無事なのか。要求は何だ？逃走用の車と金だな。わかった、人質は無事なんだな。何？それとドーナツ状のクッションだな。わかった、人質は無事なんだな。何？消毒液とウェットティッシュもだな。わかった、人質は無事なんだな。何？座薬と炎症を抑える軟膏だな。わかった、人質は無事なんだな。アノのオールナイトニッポンゼロ。お前、痔なのか？あの兄、土の子を見たと言い張るあのちゃん。今日はこのような会見にお集まりいただきありがとうございます。僕アノは昨日ツチノコを発見したことをここに宣言いたします。場所は近所の保育園の岩の裏側になります。岩をひっくり返すと小さく丸まっているところを発見しました。
ノのオールナイトニッポンゼロ。ダンゴムシ、ダンゴムシって何ですか？あの兄、暴走族の総長あのちゃん。お前ら今夜も集会を始めるぞ。気合入ってんだろうな。ヘッドライト、テールライト点灯してんだろうな。ウィンカーも抜かりねえよな。しゃあ、メットのあごひも締め直していくぞ。アノのオールナイトニッポンゼロ。俺たちの二段階予測見せつけてやろうぜ。あの兄、初めてネギを見たおじさん、あのちゃん。おや、君、その袋から飛び出しているのは何だね。おや、驚かせてしまったようだね。ちょっと失礼するよ。君、これは何だね。ははは、そんなに怒らなくても。ちょっと袋から出たこれをちょろちょろってしただけじゃないか。ほら、落ち着きたまえ。ほら、チョコレートをあげようね。アノのオールナイトニッポンゼロ。君、明日は雨が降るそうだよ。気をつけなさい。あの兄、しずちゃんがセクシーすぎることをとても謝る山里あのちゃん。いやー、セクシーすぎてごめんなさいね。本当本当ごめんなさいね。いやー、謝って許される問題とかではないと思うんですけども、本当ごめんなさいね。右のお客さんからごめんなさいごめんなさい一つ飛ばしてごめんなさいね。アノのオールナイトニッポンゼロ。